井上聡君日本共産党の井上聡です台風12号による犠牲者の方々に心からのお悔やみを申し上げまた被災者の方に心からのお見舞いを申し上げるものでございます私も7日の日に三重県の熊野市安芸法町に行ってまいりましたあの熊野川の支流の小野谷川が氾濫をしたわけでありますけれども まあ行った時はもう水が引いておりました。まあ普段は本当にあの穏やかな小さな川でありますけれども、まあはるかに離れたところもですね、池のように使って、えー、2階の屋根の上に流木などが引っかかっているという事態を見ますと、まあなんでこんなとこまで来たんだろうかと本当にこう思わずゼックするような、まあ想像をはるかに超えるあの被害でありました。で、 あの大臣もあの現地の調査に入られて、三重県ではこの気宝町に行かれ、この小野谷川の氾濫の状況も見てこられたと思います、でその際あの、県知事やあの町長さんからはです、ねえー、国としての財政的な技術的な支援、それからやはりがれき処理などに、こう国指導でやってほしいと、こういう要望も寄せられたというふうに聞いております、今日、ま、う、あ、繰り返し各委員からもあるわけでありますが、 これ、まあ、今後台風シーズンに入っていくことを考えますと、二次被災害をやっぱり起こさないということを考えますと、非常にやっぱりスピード感が求められるわけですね。地方自治体は、そうは言っても、ちゃんと財政的支援があるのかと、どこまであるのかということで躊躇するということがあるわけでありまして、あの、やはり激甚災害の指定や、壊れき処理の問題なので、えー、国がここ,ここまできちっとやるから、 えー、安心して地方自治体を思い切ってやりなさいという、ですねこういう姿勢を、メッセージをですねもっと強く発していただく必要があると思うんですが、まあ、そこの基本的姿勢、まず大臣にお聞きしたいと思います平野防災担当大臣。あの激甚視点につきましてはあ、繰り返し申し述べているとおりでございまして、まず被害額のお確定。 これがまず基本だというふうに思っています。で、一方でですね、あの、県、うん、あるいは自治体、特に県にはお願いしたいと思うのは、査定前着工制度というのがございます。え新潟県の、新潟・福島の豪雨があ発生したときに、泉田知事が冒頭私に一番申し上げたのは、言われたのは、査定前着工をやりたいと。あそれは結構でございますということで、で、ついては、 劇人もよろしくというそういうお話でしたつまり工事ありきで後で激甚、まあ、そういうことを想定しているんですがそういう,ういわゆる急ぐということについてはもう国も自治体も同じ考えでいると思います激甚災害についてはやっぱり一定のルールがございますからそれはやっぱりそれで従っていただかなくちゃならないしかし一方で先ほど言ったように工事を急ぐというものについてはどんどん査定前着工でやっていただいて大きい復旧から始まってですね、やっていただきたいとこのことについては あの関係する知事にも私からあのきちっと申しあのお願いをしたいというふうに思っております井上君。国、まあ、がきちっと後追いをするので、後を追いといいますか、後ろから支えるので、えー、躊躇なくやりなさいと、まあ、こういうメッセージだったと思います、あのー。ぜひですね、本当に今、地方自治体も大変厳しいわけですから、あ一方で、えー、この災害で、えー、必要なことが躊躇あってできないことになりますと、命に関わる問題ですから。 これはぜひですね、きちっと支援をですね、お願いをしたいと思います。で、いくつかあの避難所も回ってきました。で、食料とか飲料水などは回り始めておりました。まあ、夜は避難所で泊まって、昼間は家に行って泥かきなどをされているという状況でありました。で、これ東日本大震災でもそうだったんですが、あの、避難所に行かれていない、 自宅にいらっしゃる方のところになかなか救援物資が行かないということがありますで特にお年寄りの方などですね取りに行くこともできないで電気も水も通ってないっていう状況があるわけですから私はこれやっぱり本当きめ細かくそういうところまで物が届くっていう対応をですね求めたいと思いますそれから先ほどもありましたあの協調の場合に町の水道の取水口が壊れたり それからまあポンプの電気系統が水に浸かるなどで、町内全域が断水をしておりまして、えー、家を、泥を洗うにも水がない、それから、なんとか清水を確保してやってでもですね、その後お風呂にも入れない、もちろん洗濯もできないということになってます。あの車で1時間ぐらいかけて、那智勝浦までお風呂に行くという方もいらっしゃるようでありますが、まあ、そこも芋の子を洗うような状況だということもお伺いをいたしました。 でそういう点であの水、この水道のです、ねえー、再建は本当に急がれるわけでありますけれども、まあ、先ほどの答弁ではです、ね、なかなかこれは気象庁の場合、あの大きな規模で、えー、まだ椅子とメドが申し上げる状況ではないというようなことがあったわけですが、あの今朝の地元紙などを見ておりますと、えー、昨日の午後に、熊野川に仮設の取水ポンプを設置をして、数日かけて水質検査を行って、 水道管に破損がなければ給水を始めると、こういう報道もありますし、まあ、知事はです、ねまあ、これを踏まえてだと思いますが、2、3日後には復旧できるんじゃないかということも言われております、あの本格的なあの全面的復旧というのは、一定のメドがかかるかと思いますが、まあ、こういう応急的な復旧で、とりあえずやっぱり水を供給するということについては、どれぐらいのメドを持っておられるのか、そしてこういうことに対しての国としての支援は、どのように取り組まれているんでしょうか。 篠田審議官答えを申し上げます。えー、今あの、触れになりました、気泡調の件あの、確かにおっしゃるとおり、取水施設が損をしているということで、充、え、電、ー、の,の水道全体が今、使えないという状況でございます、であのその取水施設といってみれば、一番最初のところでございますので、まあ、そういう状況にあるわけでございますけれども、あのもちろん、 最終的にはと申しますか、できるだけ早くということだと思いますけれども、充電の機能を取り戻すということは、これ、非常に大事でございます、ただ、同時に少しでも早く水を供給するということも一方で必要でございますので、おそらく今、ご紹介になりましたように、顕著なり、 あるいは地元の町なりで一生懸命こう対応されているということだと思います。で、あの、当面、そのあるいは応急の措置といたしまして、えー、まあ処水施設が、えー、傷んでおるわけでございますから、仮設の施設をつか作るとか、 工夫するとか、ポンプもそういった設置をするとかですね、そういったことはあの対応はしていたくのはまた結構でございまして、むしろあのいちいちも早く水の供給を欲しいという被災者の方々のお声に応えた、答えることになるかと思います。ただあのお、取水の機能が一部元に戻りましても、えー、全体の水道管の破損があるかないか、 さらには、さっきおっしゃっておられましたように、追跡はどうかといった点がございますので、えーまあ、物理的な、施設的なところはできたとしても、そういったところで、えーまあ、やっぱり一定の時間はいただかなきゃいけないんだろうというふうに考えております、まあ、い,ずいずれにいたしましても、なるべく早く、全あの100%でないにしても、少しでも機能を元に戻すということが必要かと思っております井上君あの、まあ、そういうことに対して、なかなか、あの 地方自治体自身も被災をしているわけですから、大変な手,も手間もいるわけですねあの、国としてのこういう対応に対する支援、あの当面の,あの水の確保も含めて、どのように対処されているんでしょうか。篠田審議官。お答えを申し上げます。 あの当面の水もちろんあのお本当に必要な最小限のものになりますけれども、あのー、給水車による必要な水ということの提供ということはさせていただいておりますし、これもまた必要があれば、さらに拡充することは必要だろうと思います、それからまた施設の方につきましても、おまあ、一定の技術的な裏付けというものがありませんと、やはりいけないんだろうと思いますが、そういったものにつきましては、ご要請があれば、 あこれまたあの技術的な支援ということをできる体制が、水道事業者間でできておりますので、そういったことをご利用いただけるかと思います、あの国としてもそういった体制のバックアップということは、十分、うん、心がけてまいりたいと思っております稲井県、まああのご要請があればではなくて、あの積極的にです、ね、こういうこともあるよということで,です、ねえー、地方自治体と一体となって、一刻も早い、えー、復旧にです、ね、全力を挙げていただきたいと思います。 それからあの、先ほどもありましたけれども、この小野谷川ではです、ね、まあ、これまでたびたび水害が発生してきて、えー、和獣というものが作られておりました、あの一定の集落を囲んで、えー、川が氾濫してもそこは守るというやり方だったと思うんですが、まあ、今回、これを乗り越えて水が入ってきたと、えー、私も現場を見てまいりましたけれども、 えー、集落の側から川の側に向かって、えー、包みが崩壊をしているという状況もありました。あのー、まあ、国の事業がで行われてきたもので、まあ、これがあるから安全だということで、かなり安心しておられてですね、えー、気がついたらもう屋根まで水が来て、えー、窓から逃げたとか、ボートで逃げたとか、こういう話も伺ってまいりました。 あのまあかなりの費用もかけてやってきたものがこういうことになってるわけで、まあそもそもまあこういう和重停という対応してきたことの経緯やですね、まあ今回のまあこういう結果に至った原因などまずどのようにお考えでしょうか。奥田副大臣、井上議員にお答えさせていただきます。まあ井上議員ご指摘のようにもたびたび と言いますか、4年から5年に一度のペースでこの地区っていうのは浸水被害っていうのが発生しておりました。和住宅につきましては平成13年度より20年度までの時間をかけて宅地の加築やそして排水機場の対策、もちろん和住宅を構築していくという作業を事業を完了しておるわけであります。 この度の水量というのは、この熊野川に関しましては大臣、平野大臣からもご指摘のありましたように、ご回答のありましたように、計画降水量、この1万九千リュベ秒間に1万9000リュベという計画を、計画水量を大きく超えた2万2000リュウベイという、 出水があっての決壊ということになりますまあ決壊が40メーターそして傾斜が60メーターとまあこの100メーターについては仮仮締めという形で矢板を打って矢板を二重に打ってその間にどの大型のトン単位のどのを積んでいくという作業は今応急処置として完了させていただいたと いう報告を受けております、まあ、原因としては、河川の、まあ、推測でものを言ってはいけないかもしれませんけれども、この和重の底をえぐっていくような、そういった流れによって、えー、和重堤全体が倒壊してしまったということが考えられるところであります井上君。 ええー、まあ、土のうは終わったけど、焼いたはまだ作業中だという認識なんですが、そういうことですね。うなずいていらっしゃる、そういうことだと思います。で、あのー、これからも台風シーズンでありますから、もうそういう応急的な対応を、まあ、まず必要なわけでありますが、まあ、この地域を、まあ、そういう四五年ごとに水害があるっていうところで、どうやってこの防災をしていくかっていうのは、かなり、あのー、議会、県議会等でも議論があった末に、こういうことがやられたわけですね。 ですからまあ今後どうしていくのかというのは、えー、この住んでいらっしゃる住民の皆さんの意向もしっかりあの聞くことが必要だと思うんですけれどもまあそういうこの議論の場とかですね今後の方向ということはどのようにお考えでしょうか奥田副大臣、えー、間違いのご指摘もいただきましてありがとうございますあの焼いの方は9月中にやるということでえい 取り組みと、そしてまた本格普及の検討を進めているというところで訂正をさせていただきたいというふうに思います、まあ、これからの対策をではどうするのかということですけれども、ちょっと今の時点ではっきりとこうだということは、なかなか申し上げることできません、ただ、今の雨量というものをしっかりとこれからの計画の中に取り組んでいくと。 いうことそして今、先生もご指摘のように、この決壊や傾いた原因調査というものもしっかりと対応した上えで、この野田の川の治,安治水の安全確保ということに取り組んでまいりたいと思っております。井上君。まあ、あの住民の意向もしっかり踏まえながらです、ね、取り組みをお願いしたいと思います。もう一点。 あの熊野市の井戸川の状況も見てまいりましたあのいくつか橋が流れて、えー、堤防も相当損傷しておりますし、えー、川に沿った道路も寸断されておりますそして、えー、上流から流れてきた岩やあそして流木がです、ね、川底にたまっておりまして場所によっては相当川底が高くなっていました。 あの住宅がある土地とです、ね、川の水面の高さがもう1、2メートルぐらいしかないんじゃないかと思われるような場所もありました、で台風シーズンを控えますと、再び大雨が来ますとです、ね、相当の被害が出るんじゃないかということで、住民の皆さんも不安に感じていらっしゃるわけで、ここの、まあ、あ被害状況、どう把握されて、この復旧について、えー、どういう国としても支援をして取り組むのか、いかがでしょうか。 今、ご指摘の井戸川の方には河川からの一水により三重県の熊野庁舎前においても約60センチの冠水とそしてまた熊野市内全体に広い範囲で冠水したという報告を受けておりますそしてご指摘のように上流からの土砂流出そして流木といったものが川を塞いでしまったという状況になっておりまして この流木というものをまず緊急に撤去して流れを確保するんだということを打ち合わせ指示したというふうに聞いておりますそして緊急でやることというのはやっぱり河川の稼働といいますけれども断面をしっかりと確保することということが 一番次の災害に対する、あるいは次の降雨に対する対応ということになりますけれども、上流からずっと川底が、やっぱり大量の土砂が流れて上がってきているということですので、それもやはり時間との戦いが必要となるかというふうに思っております井上君。まさにあの時間との戦いでありますから、 あのまあ、地方自治体も全力を挙げていらっしゃるわけですが、これやっぱりあの国のとしてできる限りのです、ね、支援をしてやらないと、本当にあの次の災害が心配なわけですね、その点、ちょっと大臣から、ですねやはり国としてできる限りの支援をしていくという点、いかかがでしょうか平野大臣あの。いずれ災害が起こった場合には、あどんな災害でもそうですけれども、いちいちも早く。 地域住民が元通りの生活に戻るということが、戻すということが基本であります。で、えー、例えば、それと合わせて、那智勝浦ああ、どうしても私はあそこに行って思いが強いもんですから、再三、礼事室で出させていただいておりますけれども、あそこはやっぱり観光資源でもあります。今のあの状況の中では、観光者、観光客も来ません。地域の経済に与える影響も非常に大きいと思います。もうこういったことも考え、あの、勘案しながら、まずできるだけ早期に、 復帰をしていくということについて、えー、地元自治体と一体となって、国も全面的な支援をしていくと、そういうつもりで、えー、取り組んでいきたいと思いますし、各省にもそのことを強く私の立場から訴えていきたいというふうに思っております井上君。本当にできるだけの支援をお願いしたいと思います。地方でです、ね、行方不明者がが出たたあの地区というのはは、まあ、電話は全部切れてたわけですがあの防災無線も普通になっ わけで、すねで町はですね、結局、通じないっていうことで、避難指示も勧告も出さなかったっていうことがまあ報道をされております、でこ,のここの防災無線はですね、実はこの,この前の台風のときですね、に、今年7月の台風6号で水に浸かって故障をして、それを直したんだけども、 なかなか東日本大震災なんかの関係で資材がなかったということで、結局また同じ場所に置いてあったということなんですね、で報道によりますと、区長さんは今回もその基地局に当たるその部分が全部水に浸かってたので、各家に対して受信機も全く使えなかったということを言われておりまして、ですから、まあ、7月にも台風で使ったのに、同じ状況になっていて、また使ったと。 で町では連絡がつかないということで指示を出さなかったけれども町民の皆さんは地域の皆さんはそんなこと知りませんから何の指示もないというようなことになっていたのではないかと思われるんですねでこの防災無線が水に使って使え,使えなかったっていうのは去年の奄美でもあったことでありまして私はやっぱこういう教訓から見ればです、ねあのー、やっぱり総点検もして一番防災のときに必要な防災無線が今先にこの使えなくなってるって話にならんわけでありますから これはやっぱりぜひ総点検なりです、ね、対応していただきたいと思いますけれども、最後にこの点をお聞きしたいと思います。平野大臣あの。今回の災害で、防災行政無線等が、まあ、被災したことによって、ですね、えー、避難情報の提供ができなかった地区が例があるということについては、私ども,も承知をしております。えー、従いいましして、行防災災行政無線等が被災しななようなあ措置をあの、これからも、 周知しっかり徹底するということも大事だというふうに思います。で、さらに、あの、行政、あの、もし仮に防災行政無線等が被災して使えなくなったとしても、放送や衛星携帯電話などの複数の手段によって住民に情報伝達することが必要じゃないかなというふうに考えております。今回でも、あの、被災、あの、集落には、総務省さんのご努力によりまして、携帯無線道路等,等についていち早く、 そこの提供して現地と対策本部とのやり取りをやっておりますでなおあの内閣府ではですねこの道路の寸断や通信の途絶による孤立集落が発生した場合に衛星携帯電話が通信手段として大変有効なものとして考えておりまして23年度から地域防災力向上支援事業により支援を実施するということになっています予算2億1000個程度の供給ができる体制になっておりますが 私どもの PR 不足が多分一番の理由だと思いますが、まだ一件も手が挙がってきておりません、あえて申し上げれば自治体の意識も若干薄いのかなということでございまして、今回の被災の例を踏まえましてです、ね、この携帯衛星携帯電話の普及に努めていきたいというふうに思っております。